連載で株をやることになりまして、先生の木下先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっき話をいろいろ聞いたんですけど、あんまよく分かんなかったので、本とか買ってきたと勉強したいと思います。よろしくお願いします。連絡ちゃんとします。はい、よろしくお願いします。